皆さんこんにちは、今回はグラステリア BZ プラスに陽気ヒメダカを泳がしてみましたので、動画でご紹介します。まずこの BZ プラスという水槽はですね、サングラスのようなスモークガラスを使っています。ですので全体的には暗く落ち着いた雰囲気の水槽になっています。その中にこの、鮮やかなオレンジ色の陽気ヒメダカが、くっきりと浮かび上がるように泳いでいるのが、見てわかるかなと思います。シックな雰囲気のこの水槽と陽気ヒメダカの組み合わせはですね、モダンなインテリア、和風インテリアにも非常にマッチする、とてもインテリア性の高い、なおかつ水量たっぷりな、管理のできるレイアウトになっています。